高木豊です。大久保です。お願いします。今回はですね、真面目な回になっちゃうかもしれないですけど、いつも真剣だよな。すいません、それはもう自分は真剣ですけど、すいません、真剣だよ。ということでですね、はいはい、今本当に小中学生の野球少年、まあ野球少女もいますからね、その野球少年少女たちが、うん、今小中学生の段階でやっておくべきことを勉強中なんですよ。こっちのこっちの、それも大事なんですけど、プロ野球選手になるために今やっておくべきこととかをやっぱり聞きたいなと思いました。生まれてさ、12歳まで決定づけられることってある？これ何だと思う？そこまでしか伸びないというそういうものがある、人間に。はい、はい、上げ方。違う、はい、手上げなくてもさ、はい、2人しかいないんだから言いなさいよ。違う、すいません。いや、豊先生なんだ。そうです、先生なんだ。分かりました、はい、柔軟性。もうさ、生まれた時の赤ちゃん、やだな。鼻もかゆかったし、答えたいなって思った。インナーマッスル。まあ、専門用語出たけど、インナーマッスルって細かい筋肉っていうか、小さいことなんて、小さい筋肉しかないわ。インナーマッスルだらけじゃん。神経。何神経？運動神経。反射神経。あ、そうです、反射神経。反射神経。反射神経を鍛える運動を差し飛ばないと、12歳までにもうそれは一生の反射神経が決まっちゃうって言われてる。え、そうなんですか。だから中学とか高校になっても、その脚力とかつけれるじゃん、バネとかやりようによっては。でも反射神経だけは伸びないらしい、小学校の時までに。え、そうなんですか。完成しとかないと。それはちょっと、分かる。知らなかったっすね。イチローがなぜ打てるかって、やっぱもう小学校さから帰ってきたら、玉置とお小遣いもらってバッティングセンター行って、見てましたね。あの頃から140キロを見てるっていうか、動体視力、やっぱ反射系だよね、を鍛えてたから、いいね、人より。だからそういう練習をする。でもこれが中学生になってきたら、もう成長期に入ってる。オスプットってあるでしょ、なかった？いや、もう膝が痛いとか。ああ、ありました。まあ、オスグッドが分かんなかったんですよ。オスグッドが分かんなかったですね。成長してないよ、まだ。どこが痛くなるの？いや、もうこの辺とかもオスグッドすごかったっすから。これで、いやいや、お前、口打ちを仕切ってないもんね。これから多分、これからです、これからです。それで、中学生になってくると、そういう成長期に入ってくるから、そういう速い動きはやっちゃダメなんです。なぜかというと、骨とか、そういうものに負担かけるから。なるほど。だから、小学生の時は、反射神経、速い動きだとか、パパパパパパ、短い距離でいいから動いておくと。で、中学になってくると、成長期に入ったら、これ持久に入ってくる。で、バランスが良くなって、こう。そこでもう、じゃあ、もう土台の部分を本当に作ってるから。そうそう、その技術的なことではない。技術的なことで聞きたいの、はい、何やってけ。やっぱあるんですか。あのね、小学校の時に腹筋とかこうウエイトトレーニングはダメだって言われてる。あんまりやるなって。でも、あんまり重い負荷はダメだよ、それ、はい、でも、できる程度のウエイトトレーニングはやった方がいい。強い筋肉をつけると、何が成長するか。骨？おう、そう、骨が太くなる。骨格ができる。だからつけてる。で、小さい頃すばしっこい動きをしなきゃいけない。すばしっこい動きをするのに何が一番するの？どこの筋肉？背転筋。ここの。分かってるわよ。お前より知ってるわ。違うんすか？しかも違う。腹筋。あ、腹筋。腹筋は足と上体をつなぐ筋肉。腹筋が弱いと上体がぶれるんですよ。だから腹筋っていうのは大事。背筋はしなくてもいいけど、歩いてるのもつくから。あ、なるほど。だけど腹筋っていうのはつかないですよ。だから腹筋もしてる。だからそういうことをこうやっていくとバランスがいい。幹が大きい方になる。ガンガン筋トレしすぎるのも良くないですか？なんか昔身長伸びなくなるみたいなこと言われたことあるんですけど、自分は別に筋トレガンガンしてないですけど止まりましたよ。3頭身ですよ。そうそう、5頭身だよ。もうっ何で張り合ってるんだよ。真面目にやりましょう。真面目にやりましょう。鍛えすぎはその身長が伸びなくなるみたいなのは別にないんですか？ないないない。筋肉をつけた方がそれに逆らって骨は伸びようとするから。で、成長関節ってあるんだよ。これレントゲン撮ったら分かるんだけど、こういう骨の先の方に白く薄い影が見える。これが成長する度合いだから、ね、この白いのが消えたら、あ、もうこれで身長は止まったとかいう目安になる。そういうことで、俺は小中学生の時は技術を鍛えるとかいうよりも、ボールに慣れるということ、バットに慣れるということ、はい、野球に慣れるということぐらいでいいよ。ただやっぱりしっかりした体を作ることの方が大事で、特に反射神経、これを鍛える。だから野球の中でも鍛えられるよ、まあ、例えば立って、はい、やっておく
べきこと。こっちが開いたらこっちに腰を決める。あ、ちょっとやる。反対反対。こっちだって。そうそうそう。で、両方だったらジャンプ。はい。そう。で、こうやったら下。はい、うん、そうそう。いくよ。はい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 。これが小学生の時にできれば相当な運動レベルが上がってる。これ何、野球じゃなくても通ずる。 あともう一個個人的に聞きたいのいいですか。個人的にはやめてください。あ、ダメです。時間のお願いしますよ。あの僕あの田舎育ちなんで公式のクラブチームなかったんですよ、小中学生で。軟式だったんですよ、ずっと。それで軟式公式で別にそんなにじゃあ気にしなくていいってことですか。軟式をあれしたからっていうのは関係ないけど、今の高校野球の事情を考えると中学ぐらいになったら硬式は持った方が、高校野球を目指してプロを目指すんだったらその方がいいかなって。でもちょっとだよ、近道でも。高校の時に入ってまあ優位に立てるか立てないかっていうちょっとの間だけね。まあ、でも努力次第でどうにでもなりますもんね。それちょっと勇気持てましたね。お前が持ったの。いや、僕がやっぱ持つことで島の野球少年は持つんでないですから、硬式が小中学校。いやでもさ、矢尾さんがさ、船乗って老こいでた、それで剛腕になったと。サトウキビをこう切りながらっていうのはいいと思うんです。いや、握力って大切なんだよ。なんでボールが飛ぶかって握力の力なんだよ。ゴリラとかがバッと乗ったらめちゃくちゃ飛ぶんですよ。それちょっとやりたくないですか。このチャンネルで当たらんわ、ボールに。まずで、誰が管理するんだよ。バッチャー、調教師の方連れてきてもらって。でお前、ゴリラでいいじゃん。なんでですか。いじってるじゃないですか。リンゴ潰せないですもん。俺潰せたんだよ。あ、じゃあ、ゴリラ。いや、ゴリラ。いや、気がないゴリラなんかないだろ。